なくださいね。でもね、しっかりね、乗れてるからこそ転んでも立ち上がれるというわけですね。まあでもね、でもこの竹馬なんですけど、皆さん乗ったはいいものの、一つだけ弱点があります。一人じゃ降りられません。どうすんだこれ。おい、もうカラスも鳴いてるし、日も暮れるんですけども、ひでちゃん、早く来てください。こっち来て、こっちおいで、早くおいで、早くこっち来て、早く来て、早く来て、はい、以上、竹馬ご覧いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お座りください。まあ、これ夕暮れですからね、いよいよこれがね、多分最終公演になります。皆様お付き合いよろしくお願いします。さて、じゃあしっかり自己紹介して始めよう。気をつけ、ではさあ、それでは皆様、本日頑張りますのは、私たち日光猿軍団劇場からやってまいりました、育美と名前が秀吉くんでございます。覚えてあげてください。さて、さあ、それでは皆様、多分ね、これ最終公演となります。皆様お付き合いよろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱ皆さんね、もうやっぱり観光するなら浅草と、やっぱり重要なことですから。うん、どうした？あ、そういうことね。人数の割に拍手小さいと絶対に頭を上げません。張り切ってお願いします。ありがとうございました、その大御所俳優みたいなのやめて、うん、じゃあ助走乗ってください。さて、さあ、それでは参りましょう。まず一発目頑張りますのはこちら、ジャンプ、ハードルジャンプでございます。それでは行きましょう。まずは1個目、頑張ります。ゴー、ジャンプ。かわいい。かわいい。あれ、かわいいですね。一個でも頑張ってます。よしよしよし。あ、来た来た、髪割ってるよ。さあ、どんどんいきますよ。三つ。さあ、それではひでちゃん、よろしくお願いします。さあ、皆さん、こちらの三つなんですが、先ほどとは打って変わってレベルが段違い、まとめてジャンプです。ありがとうございます。それではいきましょう。3つまとめてジャンプ、成功するよう祈っててあげてください。お願いします。頑張れ。あれ、あれ、すげえよ、この緊張感返せよお前。でもちょっとね、分かりづらかったかもね。ちょっと分かりやすくします。笑い方やめてさ。さあ、この間を置いてしまえばもう飛べませんから、これ飛ぶしかない。そしてなかなか集まりが今日はいい。行きましょう。6つ、今日はチャレンジ精神抜群。ひでちゃん、背向けないで、こっち見て、あっち来て、一回確認しなさい、できるか。皆さん、できんの。よし、ありがとう。やる気十分、頑張ってね、頼むよ。あれ、どっちか分かんねえだろ。さあ、それでは、まあ、皆さん、やればできるってとこ見せてください。それでは行きましょう。相当難しいんで、皆さんよかったら一番低いところからやっていいですか。皆さんいいですか。拍手をいただきます。ありがとうございます。じゃあ皆様のお言葉に甘えて、一番低いところからやりたいと思います。そんな低い。皆さん見てください、俺がふざけると動かないんです。ごめん、分かった、真面目に。じゃあ1段目ね、お願いします。はい、かわいいじゃねえわ、前向いて、はい、そっち行って。さあ、それでは行きましょう。まずは1段目挑戦したいんですが、この銀色のバー、落としてしまったらその場で終わりです。それでは行きましょう。集中して見ててください。それでは行きましょう。まずは1段目、お願いします。頑張れ。終わりです。はい、かわいい。もん、頼むよ、真面目にお願い。どっちもふざけてるよ。それでは行きますよ、真面目に1段目。めっちゃかわいいね。
着地ほっ、おー、ありがとうございます。やればいいんです、こうやって。なるほど。それではいきます、2段目お願いします。やめて。それではいきますよ、2段目お願いします。ゴー、ブレッ、ほっ、おー、おー、ありがとう。かっこいい。かっこいいじゃん。さあ、それでは皆さん、彼調子いいんでね、いよいよですよ、最後の高さ、こちらです。おお、やめときます、はい。皆さん、いつもだったらね、この4段目、置いた瞬間にですよ、全員の方からね、もう皆さん、そうです。皆さん今何やってたか分かります？置いた瞬間こうです。真顔やめて、うん、いいですか？じゃあもう一回いきますからね、置いた瞬間 A ですよ、いいですか？いきますよ、全員だぞ、いくぞ、それではいきます。最後の高さはこちらでございます。やればできますね。まあでも若干ちょっと言わせた感じあったんで、わかります、僕たちもやればできるってこと見せます。今日は出しましょう、限界の高さ、こちらです。まだ出ますよ、もし皆さんいいですか、
ちょっと厳しいルール設けます。頑張ります。まずですよ、聞いてください。この階段をぐーっとこっちに動かしますので、彼に飛んでほしいところになったら皆さん拍手をください。全員の方の拍手が来るまでこの階段止まりません。いいですか。誰か一人でも拍手してない方ならこの階段あのロープ突き破ります。いいですか。皆様死んでますよ。じゃあ皆様ご準備を。いきます、いきますよ。動かします。ほっ、動いてます。あれ、いっときますよ。この顔見て決めてください。皆さんこの顔見て大丈夫か。大丈夫。じゃあちょっと一応確認はします。これ歩数で決まってる。確認して待ってて。1、2、3、4、5、6、7。やばい、言わなきゃいけない。ちょっと皆さんすいません。ちょっとね、言いにくいんですが、彼が飛べる限界の歩数、8歩です。これ9ありました。まあでもね、これ飛べまと終わりませんし、皆様に決めていただいてますから、一応彼に確認は取ります。で、もし彼が飛ばないって言ったら飛べません。ご了承ください。リレーちゃん、最後です。いけますか？皆さん！じゃあ皆様の意見、そして彼の意見を尊重して、いよいよラストジャンプ挑戦したいと思います。それではリレーちゃん。準備お願いします。で、俺太鼓取らなきゃいけないんで。かわいいじゃねえよ。なんだ。何できんの？皆さん、彼を信じてあげてください。姉ちゃん、準備お願いします。頑張ってくれ。なんだよ。ねえ、甘えないで、もうここまで来て。どうしたの？赤ちゃんになっちゃったの？なんかあんのね。こういう時に限ってやりたくない理由があって。正直言いなさい。わかりました。なんかやりたくない理由があって、さっきの2回目のジャンプで足くじいたって言ってます。ほら。くじいてるわ。姉ちゃん、それは無理あるわ。ねえ、嘘だったらバレてるよ。今だったら許してもらえる。立って。立って。立てんね。はい。もう。嘘ってバレバレなの。あんたね、そういうことやってね、ただ飛びたくないんでしょ。バレてるよ。でも皆さん、若干自信ないようでございます。大きな拍手彼に送ってあげて。そして皆さんの様からね、応援ある拍手いただきました。藤吉くん、飛びますか。できる。よしよし、やる気になったんでね、いよいよこちらの大ジャンプを挑戦したいと思います。それではひでちゃん、準備お願いします。カラスも飛べるように、あなたも飛べます。前向いて、もうちょっと前、もうちょっと、お、笑わせんのやめて俺よ。さあ、こちらルールは変わりません。着地は逆立ちでございます。さあ皆様、一発成功できるよう祈っててあげてください。それではいきます。最後です。この太鼓に合わせて手拍子お願いします。ほっほっ。では参りましょう。ラストジャンプです。よっよっ。伝統芸能猿回し、皆様からの大きなご声援、そしてご理解のあるご祝儀。